さて復帰50年未来へです。沖縄でアメリカ軍がらみの事件や事故が起きるたびその不条理さを突きつけられてきたのが日米地位協定です。今回、日米地位協定に向き合い悩まされてきた人々を取材し多くの問題をはらみながらなぜ一度も改定されてこなかったのか改めて考えます。社のリポートです。 昨日前はですね、えー、ラスピーといって、われわれはラスピーといってっ、ランデブーポリスといってですね、えー、米軍人と、米軍の憲兵隊と、日本人のわれわれで琉球警察の大森さんと、2人がペアになって、えー、パトロールしてありましてまたかつて、県警の刑事部長を務めた稲峰勇さん。今から50年前の

事件が発生しても、逮捕は現行犯に限られ、身柄は軍へ引き渡されていました。復帰を境に沖縄の主権が回復することで、稲見さんは、基地の外は日本の警察が責任を持ってやると、そんな思いを巡らしていました。捜査員の中には、事故に事件事故というのは減るだろうというのが一つと、それからもう一点は、 まあやはりけあの継続なんですから、何かあったらことを一番自分の違うやってやろうこと捜査してやろうと。稲宮さんの思いとは裏腹に沖縄が本土に復帰した後も捜査に重くのしかかったのが日米地位協定でした。千九百九十五年に発生したアメリカ兵による少女暴行事件。県警は アメリカ兵3人の容疑者を特定しましたが日米地位協定を理由に県警には身柄が引き渡されませんでした日米地位協定の17条ではアメリカ兵らが公務外に事件を起こした際アメリカ側に身柄がある場合は起訴後にしか身柄の引き渡しを認めていませんこの取り決めに納得がいかないと県民から怒りの声が上がったことから 日米地位協定の運用などを話し合う日米合同委員会でアメリカ側は日本に対し起訴前の身柄の引き渡しに好意的な配慮をするとして運用を改善するとしましたしかし県民の声を無視するかのように状況は変わりません2002年に当時の牛川市でアメリカ軍の少査による女性への暴行未遂事件が発生 当時県警で刑事部長を務め捜査を指揮していた稲見田さんらは逮捕状を取りアメリカ側に身柄の引き渡しを求めたものの要求は拒否されました。同意が得られなかったということは、まあ、極めて、ね、遺憾であるという証拠も収集してないのに身柄は向こうにあるということ自体はちょっとあの刑事としての仕事としてはちょっとあの証拠不良だよね。 当然、あの、米軍は米軍として、また自分の、自分たちの。どうを守るという義務もあるわけだから。銘柄の引けと先生言っては、ちょっと、あの、なんて言いますか。意見の相違があったことは間違いないな。地位協定の改定に。声を上げ続ける女性がいます。オーストラリア出身の。キャサリンジェーンフィッシャーさんです。20年前。神奈川県で。 横須賀基地に所属するアメリカ兵から、性的暴行を受けました。もう本当に混乱状態で、もうさっぱりどうなってるのか分かんないからって、もう本当に自殺したかった、そのぐらいでひどかった。暴行したアメリカ兵は特定されたものの、横浜地検は理由を明らかにしないまま、本人を不起訴処分に。誰が？ 納得がいかなかったキャサリンさんは裁判を起こし裁判所は暴行したことを認め損害賠償を命じるもこの裁判中に軍の指示でアメリカ兵が母国に逃走したために支払われないままでしたキャサリンさんは政府に対し日米地位協定の16条にはアメリカ兵らは日本国において日本国の法令を尊重する義務があると記載されていると 訴えます日本の政府が、えっと、ジェインさん、村長しか書いてないから、私たちは何もできませんって言われちゃって、で私はこんなに不合理なこととかもおかしい、逃げてしまったから、もう連れてってくださいよって言ったんだけど、できません、地域教であるからだめですって言って、遵守、従うということはなってませんから、 何もできないキャサリンさんは不条理が続く現状を改善しようとこれまでの実態を綴った本を出版したり政府に直接訴えたりと20年もの間行動し続けています日本の政府は何もしないなればもうこれは地位協定が見直すしかないんですよ絶対にもうそれしかないこの自国なこととか見てほしくないんですよ あの経験ししてほしくないの日米地位協定が発効されてから62年が経ちますが、不条理な協定は、どうして一度も改定されないのか。この安保が日本を守ってくれているんだから、多少の問題には目をつぶろうというのが、日米地位協定の不合理性についても、不条理についても、それからあ、まあ、主権を脅かされてもしょうがないよという。 まあそういう判断になっているんだと思いますねアメリカ軍機が墜落した際日米地位協定を理由に県警などは現場や機体の操作ができませんでしたまた基地から人体に有害な有機フッ素化合物 PFAS が漏れ出した際にも県の立ち入り調査ができなかったりとアメリカ軍基地が集中する沖縄ではこれまで幾度となく 地位協定が壁となり県民の生活を脅かしてきました一方でアメリカ軍が駐留するドイツやイタリアなどでは様々な事件や事故を契機に地位協定の改定や新たな協定を結ぶことで日本とは違いアメリカ軍には国内法が適用されていますこの地位協定はいつ作られたかというと朝鮮戦争の最中にまさに作られているわけですね ですから有事,法です有事においてアメリカ軍に対してあの規制をできないような形で結ばれたのがこの地域協定ですしかし今平時においてこの有事法がっこしてるわけですからだからアメリカ軍に対して物が言えない状況になっちゃってるわけですねですから平時における地域協定の在り方を別に議論をした方がいいという。沖縄が日本に復帰してから今年で50年。いつまで不条理が続くのか かか、つてて沖縄がが求めてきたた主権が回復したと言えるのか国民一人一人が改めて考えなければなりません。最近では新型コロナの検疫法が日米地位協定を理由にアメリカ軍には適用されずオミクロン株が県内に感染拡大したことも記憶に新しいですよね。はい 日米地位協定の27条には、いずれの政府もこの協定の条についても、その改正をいつでも要請することができると記載されていますが、これまで一度も改定されたことはありません。不条理な日米地位協定を改定するためには、沖縄だけの問題ではないということを全国に発信し、議論を喚起していく必要があります。